はい、こんにちは。今日は愛、複素数についてお話したいと思います。愛は、数2の段階でも一応出てくるんですけども、一応本格的にやるのは一応数3ということになってるらしいです。で、まあ、そもそも愛って何かっていうと、まあ一応定義としては、2乗してマイナス1になるようなわけわかんない数ということで、まあ何の、愛って何で愛っていうかというと、イマジナリー、想像上の数のイマジナリーナンバーの頭文字を取って愛。で、じゃあこれはまあどんな時に出てくるかっていうと、一番まあ典型的なのが二次方程式 x 次乗マイナス 2x プラス5イコール0と、このような二次方程式を解く時に x マイナス1の2乗マイナス1足す5が0なんで、 x マイナス1の2乗プラス4がこっち来てイコールマイナス4と。ってことは二乗してマイナス4になるような数は一応今まではなかったと。こういう時はまあ買いなし、まあもちろん実数の範囲では解なしでいいんですけども、まあ二次方程式には2個解があってほしいと必ず。まあ重解も2個と含めるなら、どんな二次方程式も解を2個持たせるために、まあ、想像上のこんな数を作ってきたと。これを i 2乗マイナス1と認めるならば、x マイナス1は、プラスマイナスルートマイナス4。で、2乗してマイナス4になるような数は、i2 乗をマイナス1と定義したんで、プラスマイナス 2i としてあげれば、2i を2乗すれば 4i の2乗でマイナス1になるからマイナス4になる。ということで、x は1プラスマイナス 2i というふうに2つ解を持つことができると。で、このように、ここに実数、で、こっちに虚数、2つの実数と虚数が混じった数を、まあ、複素数というんですけども、複素数っていうのは英語のコンプレックスナンバー、コンプレックスはこう混ぜ合わせるとか、そういったコンプレックスナンバーを、まあ、日本語に訳すときにこう訳したんですけども、まあ、数学用語なんてのは大体、向こうから入ってきたものを和訳するんで、まあ、いい和訳、悪い和訳、いろいろありますが、この複素数に関してはちょっと失敗したかなと。ここに素数って、素数って2、3、5、7、約数が2個しかない素数は、プライムナンバーっていうのが英語で、で、プライムナンバーの素数とはこれ全然関係ないです。この複素数っていうのは実数、後でやりますが実軸、虚軸、実数っていう元と虚数っていう元、元が2つある数っていうので複素数って訳したと思うんですけども、まあここに素数って使っちゃうとなんか最初なんだろう、なんか素数関係あるのかなと思っちゃうんで、まああまり良くない和訳かなという気がします。で、じゃあそこでイマジナリーな想像上の数、想像だけしてたんじゃイメージがつかめないんで、天才ガウスが普通の数直線実数、まあ、この小学校で習った実数上に、まあ、ありとあらゆる数が乗っかっていましたと。今まではルート2にしろ π にしろ e にしろこの実数上に乗っかった。でも i はこの数直線上にないとっていうんで、じゃあガウスさんが原点に垂線を引いてこっちを虚軸として数を捉えてみようと。じゃあさっき出てきた例えば1たす 2i っていうのを1、2ってやって1、実数が1で虚数が2だからここを1たす 2i とでもしてみましょうと。で、まあこういうふうにすれば、複素数がこの複素平面上に全て表せると。じゃあ例えば、3たす3引く、これだったらここ3引く i と。で、その後もちろん数なんで足したり引いたりかけたり割ったりするんですが、で足し算はっていうと1たす 2i たす3引く i、 まあこれはもうごく普通に文字式と同じように実数としては普通に足し合いと4で、これも同類項まとめるような感じで2引く i だからプラス i と。で、じゃあそこどこに来たかっていうと4たす i だからまあこの辺に来た。で、これは、実はベクトルの足し算みたいな感じでやると、そのまま、すんなり受け入れやすいと思います。まあ、ベクトルの足し算、ここに来ますと。はいいんですけども、じゃあ、掛け算してみたらどうなるかと。掛け算も、もうごく普通に今までと同じ規則を使いたいんで、1たす 2i かける3引く i。まあ、ごく普通に掛け算すると。で、まあ、i2 乗が出てきたときだけ、マイナス1にすればいいってだけなんで、じゃあ、複素数の掛け直すときのコツは、もう最初から実数になるのはいくつかな、虚数になる部分はいくつかな、実部がいくつ、虚部がいくつっていうふうに意識して計算するといいですと。
実部は1掛け3で3で、虚部は i と i をかければ実数なので、2マイナス 2i 乗マイナス 2i 次乗なんで、これがマイナス1だからプラス2なんで、3足す2で5で、虚部はっていうと2、3が 6i とマイナス i なんでプラス 5i と。じゃあ5足す 5i、まあ4、5、ここは5で、まあこの辺にしようかんですけど、この5足す 5i 掛け算した結果は一体この2つの数の何なんだというのを、これから、まあそれが複素数の掛け算の意味で、これから大事なことなんで、ちょっと説明したいと思います。じゃあそこでまず、マイナス3の絶対値とか言ったら3とかっていうふうに、絶対値っていうものをまあ中学1年の時に習ったと思うんですけども、絶対値って何かって言ったら、絶対値の定義はっていうと、0から、原点からの距離と。まあ、なんで普通の正の数はもうそのまま、その数が絶対値と。で、負の数は、マイナスを取ったものが絶対値と。ということで、じゃあ複素数の絶対値も、原点からの距離と定義してみましょう。そうすると、ここ、原点からの距離なので、この長さが複素数の絶対値。で、これはもう三平方の定理使えば簡単に、ここが1でここが2なんだから、1の2乗足す2の2乗。ルート5と。で、これも同じように、3の2乗足す1の2乗なんで、ルート10と。いうふうに、3-i の絶対値はルート10っていうふうに、まあ、定義してみましょうと。そうすると、この出てきた5足す 5i は、どんな数なのか。じゃこれも同じく絶対値を考えてみると、これの絶対値は、やはり、5×5=5×5=25なんで、ルート50と。そうすると、ここで何か、あれ元の、掛け算の元の数の絶対値はルート5とルート10。で、掛け算した結果がルート50ってことは、どうやら絶対値同士は掛けてるんだなっていう、まあ、気がすると。まあ、まずは別にたまたまなのかもしれないんで、まあ、そういう気がする。でもじゃあ一体この方向はどっち行っちゃったの？これ一体どんな方向だというようなことを、一般的なことで話してみたいと思います。じゃあそうすると、一般的に話したいんで、文字でやると、A 足す BI と C 足す DI をかけたらどうなるかということで、まあ、じゃあこれに A 足す BI が出せると。で、まあ、この辺に C たす DI が出せると。そうすると、これはごく普通に掛け算すれば、実部が AC と BDI の2乗なんで、マイナス BD。で、虚部は AD と BC なんで、BAC。AD、AD と BC。はい。というふうになって、じゃあそこで、この A たす BI、C たす DI を別の方法で表記して読めようとするのが、まあ、これから大事なポイントで、複素数っていうのは実軸と、まあ、ある角度を持ってますと。アルファと。で別に、普通の実数だって、まあ、0度っていう角度と、マイナスだったら180度っていう角度を持ってるって、もちろん考えるんですけども、まあ、普段はそのこと別に意識しない。けどまあ、複素数はもう見るからに角度を持っていると。で、じゃあこっちをベータとしましょうと。そうすると、ここの長さ、一応ちなみに今 A、B、C、D 全部正としていきます。そうすると、ここの長さが A、ここの長さが B なんで、じゃあ、絶対値は A たす BI の絶対値は A 次乗たす B 次乗のルート。すなわち、ここの長さは、ルート A 次乗足す B 次乗と。じゃあ、ここで、角度せっかく α って設定したんで、cosα っていうのは、斜辺がこれ。なんで、ルート A 次乗足す B 次乗。分の cosだから A。そうすると、A っていうのは、ルート A 次乗足す B 次乗 cosα と表せると。じゃあ同じ要領で、B の方も B は、ルート A 次乗足す B 次乗、今度は sinα と表せる。
じゃあ A たす BI っていうのは A がこれで B がこれなんで A たす BI っていうのはルート A 次乗たす B 次乗、まあ両方に共通してるんで括弧にしちゃってコサインアルファたす I サインアルファと I するっていうふうに表すことができると。でこの表し方は極形式と言いますと。極形式、これもまあ英語のポーラーフォーム、ポーラーかポーラースターの極、北極星の極のフォーム形式を和訳した極形式、これはまあいい訳かなと思います。でこれで極形式で表しました。そしたら C たす DI を、そしたらもう全く文字が C と D に変わっただけなんで、かけることのルート C 次乗たす D 次乗コサイン、今度は角度ベータたす I サインベータということになります。じゃあこの掛け算はこの掛け算に書き換えることができると。じゃあそこで新しく出てきたこの掛け算の結果も極形式で表してみるとどうなるかっていうと、まあ、どこ行っちゃったか分かりませんが、どっか行っちゃったとすると絶対値は要するに実部の2乗と虚部の2乗を足してルート取ればいいんで、これも同じで実部の2乗と虚部の2乗を足してルート取ればいいと。じゃあ AC 足す、あ、AC 引く。AC 引く BD の2乗と AD と BC の2乗を足してルート取ればいいと。じゃあこれごく普通に計算すると、A 次乗 C 次乗。で、マイナス2、A、B、C、D ですね。A、B、C、D、0かけると。足す B 次乗、D 次乗と。で、こっちも2乗すると、A 次乗、D 次乗。プラス2、A、B、C、D、足す B 次乗、足す、あ、B 次乗、C 次乗と。おそらくちょうどこの A、B、C、D がマイナスとプラスで消えてると。じゃあ残ったやつ、因数分解できますと。A 次乗でくくれば、C 次乗と D 次乗。で、B 次乗でくくっても、やはり C 次乗と D 次乗が出てくると。そしたらこれ、共通因数出てきたんで、C 次乗足す D 次乗。括弧 A 次乗足す B 次乗というふうに因数分解できると。で、これにレートがくっついてる。じゃあ、この出てきた結果っていうのは、ルート A 次乗足す B 次乗、括弧 C 次乗足す D 次乗。で、まあ、角度は、まあ、なんかガンマっていう角度があるでしょうと。コサインガンマ足す I サインガンマと。まあ、この時点で、絶対値はかけてるなっていうのはもう分かったと。これとこれかけたもの、ここになってると、ちゃんと。じゃあ、そうすると、この結果はこれとこれかけたものと、あと、この括弧もどうしてもかけると、じゃあ結局これは、ルート A 次乗足す B 次乗、ルート C 次乗足す D 次乗、かける、これかけるこれ。これもやはり実部、虚部をきちんと意識して掛け算すると、実部はコスアルファ、コスベータ。コスアルファ、コスベータ。で、i の2乗なんで、マイナスになって、マイナス、サインアルファ、サインベータと。で、虚部は、じゃあこれ一応中括弧か。虚部は、プラス i でくくって、コスアルファ、サインベータ。コスアルファサインベータで足すサインアルファコスベータ、サインアルファコスベータと。じゃあそうするとここでここに何か見覚えのあるものが並んできたと。これはコスアルファコスベータ、サインアルファサインベータでマイナスってことは、これはコサインの加法定理そのものと。でプラス i、 こっちも今度はコスモス、最多コスモス、コスモス最多だから、サインの加法定理そのものと。ってことは、この掛け算の結果はこれで、で、これである。ってことは、大きさと大きさをかけてるのはここ見てわかる。で、じゃあ角度はどうなっているかというと、新しくできた角度ガンマっていうのは、結局、アルファ足すベータのことですね。ってことは、複素数の掛け算っていうのは、大きさと大きさをかけて角度は足してねと。
いうことが分かったと。じゃあそうすると中学1年で習ったマイナスかけるマイナスがなぜプラスかというのもこう考えると、まあ、ついつまがって整合性が保てるかなと。マイナス2かけるマイナス3は、まあ、プラス6と習いましたが、マイナス2ってさっき言った通り、マイナスの数って180度という角度を持っていると。まあ、あえて書くならこれは、大きさが2で、コサイン180度、足すアイサイン180度は0ですから。これはもう0なんで、結局、マイナス1かける2。で、かける、3は絶対値が3でやはりコサイン180度足すアイサイン180度で複素数の掛け算は大きさと大きさがかけて6角度は足してください180度で180度足してコサイン360度でアイサイン360度でサイン360度は0なんで0コサイン360度はプラス1なんで6になりますっていうふうに、まあマイナスの掛け算もこのようにして納得いくかなという感じです。いや、そうすると、掛け算が大きさと大きさをかけて角度は足してねっていうことであるならば、これからしょっちゅう使う Do Moreable の定理。Do Moreable、Moreable。Do Moreable の定理っていうのは、コサインセイタ足すアイサインセイタ。まあ絶対ですけどもじゃあ R は0以上の、0よりでかい実数とでもしたときに、じゃあこれの N 乗っていうのは、複素数の掛け算は、まあこれ累乗ですから、要するに掛け算で、コスセイタ足すアイサインセイタを何回も掛けるっていう掛け算なんで、でまあ R も掛けると。なんで、N から掛け算する。大きさと大きさはかけて角度は足してるんだったら、これは、大きさと大きさはかけるんで、R は N からかけるから、R の N 乗。で、角度は足してね、セータを N 回足すんで、コサイン N セータ足す、アイサイン N セータという、ドゥーマーブルの定理はもう、複素数の掛け算の定義からして、まあ、明らかですね、ということになります。で、まあ、そうすると、もう、掛け算が出たならば、割り算は掛け算の逆演算なので、今度は、まあ、じゃあ、具体的に、A 足す BI 割る C 足す DI はどうなるかっていうと、割り算が掛け算の逆だから、じゃあ、今度は、角度は足すじゃなくて、今度は角度は低いになります。じゃあ、どういうことかっていうと、まあ、実際にやってみると、A 足す BI もやはり直径式で表せば、ルート A 次乗足す B 次乗、コサインアルファ足す I サインアルファと。で、割ることの、これも直径式で表せば、C 次乗足す D 次乗、コサインベータ足す I サインベータと。じゃあ、ここで、まあ、分母の有理化。ここでは分母を実数にしてみましょうと。実数にする手段としてよく使うのが和と差の積比なんで、ここでコサインベータ引くアイサインベータを分母にかけたならば分子にも同じものをかければいいだろうと。コサインベータ引くアイサインベータと。じゃあそしたら分母はどうなるかっていうと、これはそのままで和と差の積比なんで2乗引く2乗なんでコス2乗ベータで、マイナス i の2乗なんで、i の2乗はマイナス1だからプラス、なんでプラスサイン2乗ベータと。で、分の、上はルート a 次乗足す b 次乗。で、ここ掛け算するんで、コサインアルファコサインベータ。で、マイナス i の2乗なんで、プラスサインアルファサインベータと。で、虚部は i カッココスアルファサインベータと。こっちからもいいか。サインアルファコスベータ。サインアルファコスベータ。引くですね、引く。引くコスアルファ
サインベータと。そうすると、下は、もう一番数一の基本で、コス事乗足サイン事乗は1なんで、これ結局、ルート A 事乗足す、あ、C 事乗。C 事乗足す D 事乗。分の、ルート A 事乗足す B 事乗で、ここはやはり、加法定理。今度は、コスモスコスモスプラスなんで、引き算の加法定理。コスアルファ引くベータ。で、こっちも、引き算の加法定理。I サイン、アルファ引くベータ。というふうにして、割り算はやはり、絶対値は割り算して、角度は今度は引いてくださいっていう、掛け算の逆演算になっていることが、ここでも確かめられました。ということになります。じゃあ、以上です。ありがとうございました。